これからね、アンジーもライリーもアレックスもみんな一緒に仲良くいれたらいいね。さあ皆さんこんにちは、ノーサイサッポロ森ちゃんでございます。アレックスです。毎回これで始めようと思ってます。はい、本日はですね、移動いたしましたアンジーちゃん、ライリーちゃんがどんな風に生活しているか、ちょっと途中結果を皆さんに報告したいと思います。まだアレックスくんとは合流はしていないんですけど、だいぶエリアにも慣れてきて、自分のお部屋に出たり入ったりするのもスムーズになってきたところではないじゃないでしょうか。それでは皆様、途中結果ご覧ください。さあそれではライリーちゃん今いますので様子を見てみましょう。行ってみますよ。ライリー見えますか皆さん。すごい太陽当たってます。えいや、返事してくれました。ライリー、どう？だいぶ広くなったでしょう。広くなってちょっと逆に何していいか分からなくなっちゃってる。いいんだよ、尻盛りなよ。うん、そうか。ライリー、どう？いい感じ。うん、そうか。本当にエリアが広くなって走り回れるようになったので、たくさん運動してもらいたいです。うん、かわいい。うん。ライリー。どう？慣れてきた？そうか。ついてきてくれるの本当にかわいいです。エリアにも結構慣れてね。歩いたりとか土いじりをしたりとかして楽しんでます。よいしょ。ねえ、かわいいねえ。よいしょ。ついてきてくれるの本当にかわいい。入り、よいしょ。ちょっと鼻すり向きちゃってますけど元気ですね。入り、どう？楽しんでる？そうか、よかった。ちょっとまだアンジーちゃんとは一緒には出ていません、うん、ですが、うん、よかったね、楽しんでる、ね、いっぱい思う存分走り回ってね、うん、いやこれからね、うん、アンジーもライリーもアレックスもみんな一緒に仲良くいれたらいいね、うん、そう、皆さんにはアンジー、ライリーがまず一緒にエリアに出るとか、うん、そして、うん、アレックスくんと仲良くできるかっていうのも、うん、お伝えしていけたらと思います。ちょっといいご報告ができればと思います。ライリー、ライリーちゃん、ライリーちゃん、はい、ライリーちゃんですね、アンジーちゃんに早く会いたくて、こんなに広いのにずっとアンジーが出てくるべき扉の前で待ってます。いやー、もうちょっと待ってね。ライリー、さあ、ライリーちゃんやってまいります。さあ、扉が開かれました。あ、来た来た。スムーズじゃん。ライリー、おはよう。はい、おはよう。おはよう。おはよう、ライリー。もう一目散ですね。アンジーちゃんもだいぶ慣れてきました。アンジー、帰るの見せてあげて。喋ってます、喋ってます。喋ってますよ。さあ、もう自分のところに帰るの慣れっこなんじゃないでしょうか。見せてもらいましょう。さすがです。早いです。
さんいかがでしたでしょうか。ライオンエリアライブ、ライオンたちものびのびと生活して慣れてきてくれていました。じゃあこれからどんな組み合わせかわからないですが、みんなで一緒になれる日が来ればいいなと思います。それでは皆さんコメントお待ちしております。コメント、そしてグッドボタンよろしくお願いします。それではまたお会いします。もりちゃんでした。またね。